こんにちは。こんにちは、渡辺パイプです。お世話になってます、森田アルミ工業です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はこちらが全てくっつくボードがあると伺ってきたんですけれども。はい、ございます。こちらにありますので、ご案内いたします。こちらがくくりえボードです。しっかりつくかどうか体感してみてください。では早速貼ってみたいと思います。一番大きいやつからいきますね。お願いします。おす、あ、もうちょっとずれちゃったんですけども、ちょっとごめんなさい、私の力だとしっかり入って、すいません。これの小さいのも全部マグネットなんですね。よいしょ、ちょっとスペース的に。はい、小さいアイテムもしっかりつきますね。調味料を入れると、はい、全部しっかりつきました、ね、あ、忘れてました。本当にちゃんとピタッとくっつきましたね。そうですね、しっかりくっつきましたね。こちらのボードなんですけども、厚みが 3.4mm、 そのうち 0.4mm が、鉄板の層になっておりますので、磁石のくっつきが良い商品になっております。これだけしっかりくっついているので、強度としてもバッチリです。施工のしやすさもくくりえボードの売りになっています。こちらの商品は通常の丸ノコでカットすることができます。なので大工さんの施工納期に合わせたり、現場の納期に合わせて加工することができて、大変便利な商品になっております。こちらの納期は中1日出荷になっておりますので、堪能対応しております。こちらの商品のカラーはパールホワイト、パールベージュ、マットホワイトの他にカームゴールド、カームシルバー、それぞれのカラーになっております。壁面にこれだけ収納がつけられると便利ですね。そうですね。ちなみにこちら最初からくっついていったんですが、こちらは何ですか？こちらの商品、弊社の商品、くくりえになります。こうやって洗ったコップをかけることが樹脂の商品なので可能になります。コップをかけたり、濡れた布巾をかけたり、ラップ類やソープディスペンサーなど乗せてキッチンの収納として役立つことができます。最近はキッチンだけでなくて、玄関周りですとかトイレ、お水周りですね、そういったところに使える便利なマグネットアイテムもたくさんありますので、そういったところにもくくりえボードを事前に施工しておけば便利に楽しむことができますね。そうですね。弊社のくくりえ以外にもいろんなマグネット商品、くくりえボードでぜひご活用ください。くくりえボード、くくりえ、山崎実用製品に関するお問い合わせ、ご要望は渡辺パイプまでお気軽にお問い合わせください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。